ビセミチルです、30歳になりました、このジムは入ってどれぐらいだろう、はい、もうすぐ3年経ちますね。3年、はい。ウェイトリフティングはちなみにもう3年です。3年ですか、はい、おはよう、カトリーナです、よろしくお願いします。I am 35 years old and next week 36. ウェイトリフティング始めてどれぐらい？ So how long have you done weightlifting? 2 years now. リフティングはちなみにもう3年です。3年ですか、はい、なんかこの入ったきっかけっていうか、クロスフィットをちょっと前に始めてたんですけど、なかなかウェイトリフティングが伸びないっていうか、全然やり方が分からなくて、でそれでその時いたボックスのコーチにどうしようって相談したら、代々木行ったら、なるほど、それできっかけです。多少変わりました？だいぶ変わりましたね。本当にスナッチもしゃがめなかったし、最初ジャークはやったことなかったのかな、ところからだいぶ記録も伸びて、スナッチが30キロ以上伸びて、30キロ以上伸びました。でジャークはやったことなかったんで置いといて、クリーンも30キロ伸びたと。そうですよ、今日ちなみにクラスで黒船ブルー上げクラブの方で PR、はい、70キロ、はい、70キロ。このジムはどれぐらい通われてるんですか？年数でいうと3年あ、じゃなくて頻度、頻度です、すみません、頻度っていうか、はい、毎日、毎日。時間的には何クラス
リットとウェイトリフト一クラスずつと、あと体力があるときはオープンジムでちょっとクロスフィットの練習したりしてます。体力的に1日やってどうですか？はい、あ、最近ちょっとあの年齢を感じてきてはいるんですけど、でもあのもう習慣になってるんで、こことあとアジトを週2で行ってます。ありがとうございます有料会員で本当にありがとうございます。ちなみにあのこのウェイトリフティングとか、はい、そのクロスフィットを始める前は何かスポーツとかやられてたってのはあるんですか？特には社会人になってから始めた感じで。学生時代とか？あ、学生時代は、3歳から12歳までクラシックバレエをやってたんですけど、それ以降は全然何も。じゃあ全然違ったスポーツですよね。そうですね、まあ、あんまりそのバレエ自体は好きじゃなかったんですけど、で大学で留年しちゃって、それをきっかけにあのちょっと運動をしてみようと思って、お酒の飲みすぎで留年しちゃったんで健康的な趣味を見つけようと思って、で最初マラソンだったんですけど、あの多分私マラソン抜いてるタイプではなくて、全然記録がつまんないなってなってたところに、ウェイトトレーニングを取り入れ出して、でそれからクロスフィットを知ってでやってみてって感じです。ウェイトリフティングっていうのは、はい、他のこうスポーツと違って、はい、こういうところがいいなとか、はいはい、ここ好きになったなみたい なんかこの魅力っていうか、そういう部分ってありますか？そうですね、あの一人でできるのがすごくいいなと。私チームスポーツがあんまり好きじゃなくて、あとやっぱり大人になってそのチームスポーツやろうってなったら、人を集めて場所を確保してでみんなで待ち合わせしてってしないといけないじゃないです か、そういうのがいらないっていうのと、あとはそうですね、あの本当に自分自身との戦いっていう か、一時期ボディメイクにも興味持ったことあったんですけど、あれってなんか審査員が順位を決めてっていうなるじゃないですか。じゃなくてあのちゃんと明確に1キロ2キロでこう順位が決まってっていうのがすごく分かりやすく頑張りやすいな。そうですよね、数字にこう直結するっていうのが、うん、はい、あとあの本当にあの自分が今日私 PR したんですけど、それも成長したなっていうのがあのもう数字で分かるので、やりがいがすごくあります。ありがとうございますありがとうございます。始めたきっかけっていうのは何かありますか？Why did you start to do weightlifting? Because of Hiroka-san. No. I was doing CrossFit for 6 years, and my weightlifting was not good. And then I discovered weightlifting, Olympic weightlifting, and I stopped CrossFit. 6年間、まあ、CrossFit やってて、で、まあ、あのそれでオリンピックのウェイトリフティングをここで知って、で、まあ、あのクロスフィットは今ちょっとやめちゃったっていう、はい、ウェイトリフティング始めてどうですか？So how does weightlifting affect you? Weightlifting changed my life.Weightlifting changed my life in many ways. I feel more disciplined. Disciplined. More focused. In weightlifting, you always set goals. In life, you always set goals. I feel it's connected. And I'm really happy since I'm doing weightlifting. まあ、あの人生が変わったということで、で、まあ、ウェイトリフティングで、あの、まあ、一応決め目標の重量、何キロ達成しようっていう目標の重量があって、まあ、それに向かってこう進んでいく過程が、まあ、人生とあの同じような感じで、
で、まあ、ウェイティフティングは本当自分の人生を変えてくれたと、はい、まあ、やってから自分の人生が変わった変わりました。はい、So how often you doing the weightlifting per week and how long in a day? Okay, 6 days a week, sometimes seven, and minimum 2 hours per day. 6回から7回で、まあ最低でも2時間ですね。No rest.疲れないですか？ So you don't feel like tired and get sore and don't feel like I wanna rest. I think yes, but I also miss weightlifting if I don't come. まあ、もちろんあるんですけど、やっぱ来なかったら来なかったで、すごいこうウェイトリフティングやりたいってなるから、まあ来ちゃう。はい。Nice. Okay, so what kind of sports did you do before starting CrossFit and weightlifting? So when I was very young, I was doing karate. Oh. And then I moved to dancing class, like classic.Classic and hip hop dance.、Mm. And then I did running for 3 years.、Mm. 3 years running. So I did like half marathons.、Mm. And then with CrossFit, I did 6 Spartan races. Oh, okay. Karate 始めて、その後ヒップホップ、ダンス、まあ、クラシックダンスやって、でそこから3年間ランニング。まあ、いろんなマラソン大会とか出たりして、でクロスフィットまでやって、その間6回スパルタンレースに出たと。はい、すごい、そういうふうにスパーティー。その中でウェイトリフティングにこう今ハマってるのは何か。 So what is the difference like between weightlifting and other sports? So what makes you soI think with age, mm-hmm. I want to get away from cardio. Weightlifting is about like body strength, but also mind strength. And I think it's mind over the body. If your mind is very strong, then your body will follow. Yeah, and that's why.That is like the difference I feel with like the other sports. やっぱウェイトリフティングは強い、まあ、心というか、まあ、本当にいい精神状態じゃないと、まあ、できないというか、まあ、結局そこがあったら強い体が、まあ、手に入るっていうところが他のスポーツとの、まあ、違いかなと思います。そう、いつも気持ちが強くて、今日も最後まで諦めずに練習していたところは、そういうところですか？So you look very strong. ありがとう。Mind, and so you never give up? Never. Even though I fail all the time. いつもやっぱ思っても、私は絶対に諦めない。ありがとうございます。どんな時も絶対に諦めない。ありがとうございます。気持ちが、はい、あるみたいですね。スナッチの流れで、まあ、そのままキャッチャーできるんですけど、伸びた時にここでキープしてシャッフルする。なのでここでジャンプできないです、正直。なので伸びて、この後重心を抱えつけたままスタートした時に足が開くように、ちょっとそこも練習したかな。
カンドブルを、まあ、膝の進展、股関節の進展で、シャフトをここにある状態で完了させたら、ここから、この状態からパッチを作っていくときに始めていく。最初始めた時の目標と、まあ、今こう続けてきて、多分目標のところが多分変わってきてると思うんですけど、どの辺をゴールに置いて練習しているかってと。私最初はクロスフィットをやる上で、ウェイトリフティングがすごく全然できなくて、メニューにあったら休むぐらい苦手だったんで、そこを克服したいなって思って始めたんですけど、ここに来始めたんですけど、今はてか去年一昨年ぐらいからかな、マスターズで日本記録取りたいなっていう、はい、年齢的にちょっとあと5年あるんで、あとまあ世界マスターズとかも出たいなと思ってます。あとできれば、頑張れれば全日本出れたらすごく夢があるかと思ってます。大人になってから初めて。全日本ですね。数字的なあれはありますか？一応そうですね、49キロ級 の、 その標準記録っていうのは取れてて、であとはその日本国内で10番目ですね、10番以内に入れればっていうところ。どうなんだろう、ギリギリボーダーぐらいですかね。スナッチ何キロぐらい、その標準記録って、なんかその、なんか出た人 の、 その試合の結果での記録 は出てるんですけど、足切りがどこだったかが分かんないんで、それでいうとまあ同じかちょっと低くても出れて、今の記録でも今のベストベストでいければって感じです。何キロですか、スナッチ。スナッチ70で、今クリーンジャークが80なんですけど、多分それぐらいで。目標は、目標数字は、そうですね、ちょっとスナッチに対して多分ジャークが弱いかなと思うんで、そうですね、85とか90とか80、ジャークだけだったら83なんで、ク
リーンで立ってからさせれば15ぐらいの目標。そうですね。人生の、あ、人生の人生の目標はスナッチ80とジャーク100キロです。人生の障害目標、まあ、マスターズまでにあと5年でスナッチ10キロ、クリーンジャーク15キロ、20キロぐらい上げれたら。でもそこまで行けたらマスターズじゃなくて全日本でめっちゃいいとこ行く。まあまあマスターズも出ながら通常の全日本も出ますと。So when I started weightlifting, my first goal was to have a beautiful snatch. 美しいスナッチ。It was my first goal. I wasn't thinking about weights. And then I was traveling a lot to Switzerland and coming back. So I wanted to make sure I had like all the experience here and then come back and still have and still be as strong as when I left. 最初はあの重さはまあ関係なかったけど、あの、まあ、スイスとかに行って、まあ、こっち帰ってくるっていうのを繰り返していくうちに、あの徐々にこう強くなっていくっていうところを、まあ、頑張っていきたいと思うようになってきたかな。はい。And then、やっぱここでの経験が結構その向こうに行ってもでかかったから、なんかこうやっぱ向こうに行ってもこうやりたいみたいな感じですね。はい。And then I experienced my first PR, 37 kilo hang snatch with Hiroka-san. So this gives me a lot of power. This gives me the love of weightlifting. 初めてハングスナッチで37キロ上げた経験がすごい自分にとってまあいい経験というか、こんなまあパワーにクロスフィットクラス、いや、なって、まあ、その経験がやっぱあるから今が今こんなにハマっているんだと思います。はい。And with 2 years now of weightlifting, and then being only here in Japan now, I will not travel a lot to back to Switzerland now. I want to focus more, and my goal this year is to participate to my first official competition. Yeah, so I think official competition brings you even more experience, even more strength. Same as all the experience we have with Black Sheep's events, weightlifting competitions, is so good for the experience. And I can see that I'm growing from each competition. Yeah, the weights are going up and up and up. まあのゴール、今のゴールはまああのこう2年ここでウェイトリフティング頑張っていて、今のゴールはとりあえずあのオフィシャルの大会に出るっていうところで、あのまあそれはなんでかっていうと、ブラックシップのやっぱイベントとかにも出てすごいいい経験だし、あのやっぱイベント出るごとに自分の記録がこう伸びていくから、まああのオフィシャルの大会出たらまたさらにこう自分が成長できるんじゃないかと思って、あのそれを今目標にしてますと。So, goal is to compete in Masters category, 49 kilo category, body weight, and snatch 55 by end of this year. And then clean and jerk 65. Yeah. 49 kilo 級で55キロスナッチと65キロクリアンジャークが今年の目標ですと。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。